おはようございます。どうも、コスコチャンネルのカイトです。あー、小林。はい、もう見てください、大事だ。やるぞ。あ、もう何するか分かったと思います。よからんだろ、こんだけじゃ。もうこの景色で何するか分かったと思います。はい、今日は野生のカニ大量にとって食ってみた。カニ、カニガリガリ。こういう川にはこれぐらいのサバガニっていうね、カニがいるんですよ。田舎のスーパーとか行くと売ってるようなカニなんですけど、そのカニを今日は野生のまま取って、で生きたまま天ぷらにして食べてやろうと思います。天ぷらうまいぞ。いや絶対うまい。前のナマズとは多分違うな。前のナマズが星2だとしたらここは170だね。ナマズ低すぎ。ちょっと最後の方どぶ臭かったもんね。ちょっとまあでも俺ら生きてたからね。まあ今回はね、ここ綺麗な、もう見てください、透き通ったね。いや綺麗だよ、めっちゃ綺麗。じゃあ8匹、取ったらまあ料理していこうと思います。じゃあやっていきましょうか。レッツゴー。あ、今ヘビ。あ、やばいやばいやばい。頼む、頼む、待って、頼む。やばいやばい、あ、やばいやばい、やばい。ちょっとごめんなさい。そじいちゃんが、こっちおいで。すいません。ごめんなさい。ごめんなさい。ヘビを救いました。わ、ヘビ捕まえた。青大将、シマヘビだね、多分。ちっちゃいね、こいつ。あ、食べる？いや、逃がそうか。かわいいな。すごくないこれ。山に水が湧いてるよ。こういうとこにいるんですよ、タラバガニが。いや、お前サバガニじゃねえの。タラバガニおるわけねえだろ。これ、ね、クマも出現するから多分。倒します。マムシもいるんで倒します。できんことはほざくな。お前さっきちょっとちっちゃいヘビ見てビビっとったね。え、待って、これすごい。なんだこれ。おい、ここはアトランティスか。いないな、サバガニ。何？なんだこいつ。どうした？こいつは、見とって。ちょっと水の中に入ると、透明になるなって。あ、そのままいるじゃん。ほら、なんか色変わったよね。ほら。なんで？なんで？泡じゃねえこれ。一つのついまとわりついた泡じゃねえの。これ靴あれなんだ。小林サンダルじゃないもんね。あ、おい、おい、こっからびしょびしょや。行きますか？いないね。石を上に上げると動くときもあればじっとしとるときもある。なんか見つけた。見てください俺の靴。サンダルでもない。これで入ってる。しゃぶるな。黙れよ。お前のせいだろうが。お前が連れて逃げよ。すいませんでした。すぐ謝るんかい。あ、おった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 。おった、捕まえた。あ、嘘。これがサバガニ。これ食べます。まだまだ捕まえるぞ。どこに保管する？タッパーあるやん。いや、あれ片栗粉入ってるからさ。おい、どうせ片栗粉につけてあれやん。まあ確かに。だけど一回こう油水でカニが酔っちゃうよそりゃ。今日は片栗粉を持参したんで片栗粉の中に放り込みます。ほらね、ここで死んでもいいんだよ。絶対だね。こっちも知らない。おった、おった、おった。待て待て、おった、待て。はい、取った。痛い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 。おい、おこいつめっちゃハサミでけえ。取った、ハサミでかいね。本当だ。で、ちなみにサワガニにはね、廃球虫っていう寄生虫がいる可能性があるので、しっかり熱して食べましょう。あれ、俺らまた危険を犯す。怖いよ。まあおすすめは片栗粉につけて唐揚げ、この中に入れて一匹完全に片栗粉に。ここの下に今タッチバックしてる状態で行きまで遊んでるわけじゃないから、ね、しっかり命をいただくから、みんなを感謝して食べないと。ちっちゃい乗ってる。ちっちゃくね。みんな川の事故には気をつけて、今年の夏。俺は水じゃ絶対死なないからいいんだけど、視聴者さんたち危ないから。人間じゃない。ちっちゃ、ちっちゃ。ほらこれ、これ飲み込んで終了。あ、でっか、でかでかでか、でっかいの2匹おった。1匹目ゲットです。もう1匹おったな。はい、あ、わー、2匹来た。チュッチュッチュッ、あなたのこと大好きよ。私も。だったら離婚しましょうか。バイバイ。離婚調停裁判所で会おうね。チェックさせてくれ。黙れ黙れ。よし、閉めよう。逃げられる。おった、捕まえた。これいいサイズだね。ほら、いいね。さ、カニフォルダーに。はい、パカ。じゃあちょっと向こう側行こう。バンズで入る俺だよ。いや、いい匂いだな、山って。なんか自然感があって見えます？はい、じゃじゃん。カニが頼まれてます。もうやだって疲れたんだ。俺が歌ったら著作権引っかかるかな。曲が削除される。死の声やん俺。曲を締めさせる能力が。ジュゴンスと一緒。え、これ何？蜘蛛の糸？うん。おいおいおい、黄金伝説か。捕まえた。あ、入っちゃった。もうない。いや、こいつとろけんの。カニシリーズです。集合体恐怖症の人っちゅうのがちょっと無理かもしれん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 。まず一回鍋を洗ってから服で拭きます。まず適当に、これはキャノーラ油です。これを適当にドボンドボンかち込んでいって、まあそんな入れすぎるともったいないし、ママに怒られちゃうんで、まあ、これぐらいでいいでしょうと。だいぶなくなったこれで、まあ熱していきますと。ついてないね。はい、
着きましたね。あ、着きました。今度これでまあしばらく熱して油が温まったら用意したカニちゃんたちをね入れていきます。まあこんだけっすね。けどこれがね最高にうまいんだよな。箸忘れたんで、マイ箸調達。これを洗う、まず洗い方は簡単です。普通の箸の持ち方をしていただいて、あ、折れました。箸の調達は簡単です。まあ、とりあえずまずここに来てください。箸買えない人はこういうところに来て、すぐ折れるような箸ではなくてちょっと強そうな、あ、お前に決めた。はい、できました。箸完成。これ洗います。洗ったら、はい、食べれます。簡単。俺んちの器具とか家具は全部こうやって作られてます。無料全部。家も全部。だいぶ温まってきたと思うんで、まあ、こう片栗粉をまぶしていきます。うん。あ、くっついた。おお、うまそう。なんかいい匂いする。寄生虫が怖いんでしっかりやりましょう。マジで寄生虫。おい、また怖いのかい。しっかり熱は絶対大丈夫だから。脱走した片栗粉歯に。おい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 。あとでそうしないかんやん。足が分裂しとんだけど、足くるくる回ってんだけど。おー、焼けた。箸も上がっちゃった。だいぶカリカリに上がったな、これ。待って。もういいんじゃねこれ。もういい？いけんかな。まあいいや、いきます。成果しか。匂いめっちゃいい。箸がもう雪だもんね。いただきます。うまい。めっちゃうまい。今回はそう、さすがに。次行こう。え、うまいな。どんどん行こう。どんどん上げよう。いけ。どんどん入れよう。あ、めっちゃいい匂い。うこれはうまそうだ。めっちゃいい色だな。ほら、いただきます。はい、赤。大丈夫大丈夫。赤。どうどうどう、うまいよ。エビだよね。エビだわ。やっぱうまいよ。俺もいただきます。これでさ、母さんに家に持って帰ってってさ、あんた片栗粉の中にカニおりでさ、あっちゃあっちゃあっちゃ。大丈夫？ここ全部やけどした。待って、急にこいつら爆発した。ここ全部いった。今ママの話しとったら急に熱くなってびっくりした。本当お母さん怒っちゃったよ。見てこれ、もうスノーマンや。いただきます。今回めっちゃうまい。多分さっきちょっとやりすぎたんかもな。やりすぎんとな、成長が怖い。いただきます。髪型どうした？え、今回うまくね。本当だ、ね、最後いただきます。命に感謝を。うん、うまい。カニうめえな。はい、皆さん、今回はナマズに引き続き騒がりということで、まあ、ナマズよりかは全然美味しく食べれます。まあ、ナマズも普通に食べれるは食べれるんだけど、やっぱ臭みがさあったじゃん。 あの汚かったから。で、今回はあの綺麗な川の騒がりを食べたんだけど、ズワイガニより美味しい、ロブスターより美味しい。自分で取ったからってのもあるでしょ。なんか自給自足したって感じがするやん。そう、こんな感じで、はい、皆さんもこういう自然の遊びおすすめです。ハマっちゃうよね。あとなんか充実してる感があるやん。これいいね。取って食ってみた企画、今回は騒がり編。点数75点。おー、高いじゃん。ちなみにナマズの時は30点だった。いや、マジで30点。今回は75点ということで、うん、なんかあのこれ取って食べてほしいっていうものがあったらコメント欄とかで書いてくれれば全然やりたいんで、もしよかったらなんか要望があれば書いてください。はい、じゃあ今回はここまでということで、もしよかったらチャンネル登録と、グッドボタン押してください。インスタグラムの方も1000人限定でフォローバックしているんで、そうだ、あの今のうちです。僕たちが有名になる前にフォローバックされたいっていう人はフォローしてください。はい、ずっとねフォローしとくから、ね、いやそうだよ、ずっとフォローしとくから外さないから1000人から。はい、じゃあ今日も終わりということで、皆さんお疲れ様でした。危ない。